ただきます。どうもパンケーキと申します。荒野行動前々から10月にリリースって言われてたんですけど、本日の日付10月31日、ギリギリで10月リリースですね。事前登録してメールアドレスも打ち込んでいたはずなんですけど、なんかメール届きませんでしたね。なんか配信前にメール届きますよみたいなこと書いてたの気がするんですけど、届いてなかったですね。まあいいや、無料ダウンロードしていきましょう。来たー来たー、ダウンロード終わって、ダウンロード1時間くらいかかったのかな？ 1 時間もかかってないかも。結構でもかかりましたね。だいぶ容量が大きかったのか。ダウンロードが終わって、なんか、ぐるぐるしてますけど。始まらない。なんか、スマホ版とデータ連携もできるらしいけど、別に僕スマホ版めっちゃ進めてたわけじゃないから、まあ、最初から進めていく感じでもいいかなって思ってるんですけど。全然来ない始まらないんだけど、下の黄色いバーは最後まで行ってるのに、これなんかボタン操作いる？いらないよね。始まりません。お、来た、やっとだ1分ぐらいかかってた。なんかこの画面見たことあるな。この表示見たことある。あれ、また進まないけど一個一個のロードが長い。あ、来た。荒野生たち、新しい荒野行動の世界に、世界にお楽しみしてください。役がぐっちゃぐちゃだけど、はい、荒野行動のね、新しい荒野行動の世界にお楽しみしますね。サーバーを選択してください。サーバーを選択できません。あ、来た。なんかサーバー選択できなかったんだけど、選べなかったんだけど、これ自動なのかな？お、認証できたっぽいっすね。割と簡単に認証できましたね。って感じで、今僕こんな感じのちょっと可愛い衣装を着てるんですけど、可愛いなこれ。僕こんなん買ったっけ全然覚えてないんだけど。っていう感じで、今ログイン画面が終わって、ロビーに出てきましたが、ソロモードやってみるか。これマッチングするのかな？マッチングしますかね。東京決戦は選べないみたいで、激戦野原と、嵐の半島は選べますね。こっちでいいかな。じゃあやってみましょう。一回マッチング開始。マッチングするのかなこれところで今やってマッチングするのかな。いやー、スイッチでできるってどんな感じなんだろう。設定もしてないけど、まだコントローラーのジャイロってどんな感じなんですかね。あ、待って、設定しないとやっぱジャイロダメなのかな。設定しないとダメなのかも。ジャイロ、あ、ジャイロ、ん？ジャイロスコープ、オートオン。あ、あ、これだ、これだ。これを、オンに、オートオンにしとけば、あ、ジャイロになる。いいね。よーし、やっと始まったやっと始まったけど、めちゃくちゃ長かった。やっぱ、今平日だし、平日の昼間ってこともあって、まあ、リリース開始直後だしっていうこともあって、やっぱめちゃくちゃ、遅かったですね、マッチングするまで。で、これどうやってマップ開くんだどうやってマップ開くの。マップの開き方は載ってなかったんだけど。え、もう行くしかないな。マップはどうやって開けばよかったんだろう。あ、なんか開いたぞ、今。あ、下ボタンが、十字キーの下ボタンですね。
都心深紅ってとこ寄せますか。真ん中の場所、人多そうだね、ここ。あー、そうだ、これパラシュート開いてから前に進まないじゃん、あんまり。ここから歩いていかなきゃ。で、画質っていうか、なんか見え方みたいなのを変えて、明るくっていうか鮮やかにしてみました。見やすいですかね。殴れる。ZR ボタンで殴れる。殴るっていうのが一番大事だからね。銃がなかったら、もう、パンチで行くしかない。パーンチ!パーンチ!パンケーキパーンチ !Y で開く。オッケーオッケー。まず、カーを拾うと。カーか。で、基本的に、ジャイロを使うことないかな、あんまり。って感じですね。リュック拾って。ジャイロ、普段はジャイロ使わずに、これ、MK5 と、これどっちがいいんだろう。コンパクトサウマシンガンみたいなやつ。なんだっけ ?P90 だっけ。銃の名前はあんま知らないんだけど。まあいいや。なんかこっちの方が見た目かっこいいから、こっちにしよう。アサルトライフルないのちょっとやだけど。あ、いる!なんかいる!なんかいる!なんかいる!あそこなんかいたぞ。倒そう、敵。狩り敵倒そう。敵倒さないと、面白いないからね。これ、ボットいるのかなぁ。あ、いるね。そこ。そこの建物いるね。バレたかな。止まるのも怖いな。これ目立つからな、ピンクだから。僕めっちゃ目立つよな、これ。見てるんじゃない、あいつ。こっちの方。あ、見てないわ。はい、やりー。しっかりと頭を抜いていく。でもボットだったのかな。気持ちいい。タッチで確認。あ、4倍スコープありがたい。で、あ、M27。これ強そうだよね。わかんないけど。え、なんかめっちゃ、え、なんでこんなさ、かたくなに P90 を持ちたがるんだけど、P90 の方がいいよって言ってんのかな、俺。こんなところですかね。残り26人。結構減ってきた。結構減ってきたけど、次の安全地帯が決まった。今回の安置で誰にも会ってないんだけど。でも、いろいろ戦闘は起こってますね。戦闘は起こってるんだけど、やり合ってるんだけど、銃声もしないし、全然僕別のところにいる?もしかして。あ、なんか、一人の人が2枚キルしてる。すごい。全然見当違いのところにいる説あるな。みんな下の方にいるのかな?マップの。わあ、めっちゃなんかやり合ってるけど、めっちゃやり合ってるけど、銃声すらしない、しないんですけど。なんで、なんか僕、ハミゴみたい。ハミゴってわかるかな?ハブラ、あ、入れる。
スナイパーで、スナイパーにこだわったのが良くなかった。普通にさ、抜いとけばさ、アサルトライフルでやっとけば、良かったかもしんない。というわけで、今回は、スイッチ版荒野行動を一回触ってみました。いやでも結構、思ってたより、なんか、ジャイロを使わないかなって感じですね。ジャイロあんまり使うところないかな。まあ、細かいエイム合わせるときに微妙に使うって感じで。あとはスティックでもいけますね。なんかね、ジャイロの感じが、僕、スプラトゥーンプレイヤーなんですけど、スプラトゥーンの感じとはちょっと違って、なんか思ってる感じとは違いますね。これはちょっと触ってみないとわからない感じだと思うんですけど。というわけで、荒野行動スイッチ版やってみました。まだね、ちょっと、練習しておきます。まあ、ちょっと荒野行動をね、知らなすぎるので、ま、いろいろお勉強して、これからちょっとやっていこうかなと思います。それでは、ごちそうさまでした。またね、バイバイ。